ゼロから始めるスマホ入門コース簡単スマホ編第4回目は前回電話アプリの使い方が終了しましたので今回は新しいパートに入っていきますまだまだ始まったばかりですので焦らずに少しずつ理解していきましょう今わからなくても最後まで進んでいくとそれぞれの点がつながっていき線になっていきますゆっくりと 着実に進んでいくことでスマホが使えるようになっていきますそれでは本日の講座を始めましょう今回はチャプター3のメールの基本になりますまだまだ9分の2が終わったばかりですゆっくりと着実に進んでいきましょうそれではチャプター3メールの基本の講座を始めたいと思います まずはじめにメールとはについてご説明いたします。もう知っているよという方は復習という位置づけでやってみましょう。新しい発見があるかもしれません。メールとは電子メール、E メールのことを指します。E メールはエレクトロニックメールの略になります。 電子メールは世界中に張り巡らされたインターネット回線を通じて文字などのメッセージを送ったり受け取ったりできる仕組みのことになります。スマホ同士でもスマホとパソコンの間でも電子メールのやり取りができます。自分のメールをパソコンでもスマホでも同時に見ることも可能です。 こちらでは E メールの基本的な構成についてご説明いたします。E メールは基本的には4つの項目で成り立っています。差出人、メールを送った人、宛先、メールを受け取る人、タイトル、メールの件名や表題、メール本文、送りたいメッセージの本文、文字制限などはありません。 また必要に応じて絵文字や写真動画書類等を添付することができますただしメッセージは何文字記載してもそれほど大きなデータ量にはなりませんが写真や動画などを添付する場合にはデータ量が大きくなる場合がありますので注意するようにしましょうデータ量が大きい場合には メールを受信する側の負担にもなりますので、写真であれば数枚程度にしましょう。また、動画については慣れるまでは添付しないようにしましょう。それでは次に、よく混乱しがちなメールと SMS、ショートメッセージの違いについてご説明いたします。 メールと似たようなサービスで、スマホには SMS、ショートメッセージという仕組みがあります。SMS はショートメッセージサービスの略になります。メールがインターネット回線、スマホの場合にはモバイル回線を利用しているのに対して、SMS、ショートメッセージは電話回線を利用して、 短いメッセージを送る仕組みになっていますそのため1通あたり約3円程度の料金が別途かかりますこちらではメールと SMS ショートメッセージの違いについてご説明いたしますポイントだけを押さえていきましょうまずは送信方法が異なります 電子メールはインターネット回線、スマホではモバイル回線を利用しています。一方で、ショートメッセージは電話回線を利用しています。文字数についても、ショートメッセージは全角で70文字以内という制限が付けられています。また、ショートメッセージは1通ごとに約3円程度、別途料金がかかります。 最近は全角で70文字以内という制限がなくなり、1000文字程度まで文字数を入力できるようになってきています。また、値段も3円から30円の間で料金が変わるようになってきていますのでご注意ください。ショートメッセージの良さは、メールアドレスを知らなくても電話番号で送れるという点になります。 また、時系列で送った内容が掲示板のように見れるのもショートメッセージの良さになります。一方で、ショートメッセージの欠点は、文字だけしか送れないという点と、文字制限があるという点になります。加えて、複数人同時にメッセージを送れないという欠点があります。それぞれの良さや欠点を理解して、 使い分けるのが便利な活用方法になります。こちらではメールの種類について簡単にご説明いたします。電子メールはいくつものサービスがあります。フリーメールと呼ばれる誰でも無料で使えるメールアドレスがその一つになります。一番有名なところは Google 社が提供している g メールと呼ばれるものになります。 ヤフーメールも比較的有名なフリーメールサービスになります。それ以外には家のインターネット回線を契約した際にプロバイダー契約も一緒にする必要がありますが、その際に無料メールアドレスも一緒に提供してくれます。有名なところとしてはビッグローブ、ニフティ、OCN などが挙げられます。スマホがない時代から使っている方は 今でもこちらのメールアドレスをメインに使っている方も多いかもしれません。また、それ以外にはキャリアメールと呼ばれるスマホを契約した際に一緒に作らなければいけないメールアドレスがあります。最後に企業側が独自に使うメールアドレスもあります。アットマーク以下が企業名になっているものです。これらがメールの種類になります。 受け取ったメールを読んだり、メールを送ったりする際には、メールアプリが必要になります。ホーム画面の上の方やボタンなどでメールのマークがついているものが、メールアプリになります。基本的には、新しく端末を購入した場合には、こちらのメールアプリに、どのメールアドレスを登録するかの、事前登録手続きが必要になります。 すでにスマホを持たれている方は、お店側などで事前に登録してもらっているかと思われます。こちらではメールアプリの画面についてご説明いたします。メールアプリによっては位置が変わっていたり、言葉が少し違う可能性はありますが、基本的にはすべて同じ構造になっています。新規メール。 新しくメールを作成するためのボタンになります受信ボックス受け取ったメールが入る場所になります送信ボックス送ったメールが入る場所になります未送信ボックス送信できなかったメールが入る場所になりますゴミ箱削除したメールが入る場所になります蒸気以外にも 下書き、迷惑メールなどがある場合もあります。こちらでは新規メールの作成画面についてご説明いたします。先ほどご説明いたしました新規メールのボタンを押した後の画面になります。基本的には5つの項目が表示されます。メールアプリによっては画面の見た目が異なる場合がございますが、 項目などは同じになりますので、それぞれの項目とその意味を覚えるようにしましょう。宛先、メールを送りたい人のメールアドレスを入力する場所になります。電話帳から選択することも可能です。件名、メールのタイトルを入力する場所になります。添付、画像などを添付したい場合にタップする場所になります。本文、 メールの内容を記入していく場所になります。内容等に問題がない場合には、送信、メールを送信するをタップすることで、メールの送信が完了します。一度送信を押すと、送信の取り消しをすることができませんので、その点はご注意ください。以上でゼロから始めるスマホ入門コース。 簡単スマホ編のチャプター3メールの基本の説明を終了いたします。次回はチャプター4文字入力の基本になります。少しずつ慣れていきましょう。また今更聞けない E メールとショートメッセージの違いという講座も別途ございますので、より詳細について知りたい方はそちらも合わせてご参照ください。